世界に激震が走りました。日産自動車のカルロス・ゴーン会長とグレッグ・ケリー代表取締役が金融商品取引法違反容疑で東京地検特捜部に逮捕されたことを受け、日産は22日臨時の取締役会を開き、両容疑者の解任を決定しました。金融商品取引法などでは、役員報酬を受け取る場合でも受け取り額が確定した年度に、役員報酬を将来受け取る場合でも受け取り額が確定した年度に有価証券報告書に記載すると規定しており、東京地検はゴーン容疑者が高額報酬の批判を避けるため過少記載を指示したとみて調べを進めています。今回 その逮捕劇というのはね、かなり周到に準備されて、才川さんが記者会見で言ってたようにね、かなりそのゴーンという人が会社を私物化していたと。でこの問題についてはね、いろんな見方をする必要があると思うんですが、はい、一つはですね、ルノーがね、この日産の株の 43.7% を持っていると、で 43.4 という説もあるんですけど、まあ、43.7 というのがね、数字としては出てくるんですね。それで、まあ、いずれにしても単純配当権を持つ数字を超えているものを持っているわけですよ。ということはね、でしかも役員も送り込んでると、でそれから帳簿閲覧権を持ってるわけですね、はい、だからそのルノンの方は、少なくともその、監督責任というか最大株主として、こんなおかしなことが行われていたということを監督する責任はなかったのかと、フランス側の責任、ルノン側の責任を問うということは非常に重要になってくるんですね。それでその日産の経営陣としてもね、やっぱりルノーの方がボードも圧倒的に強かったわけですから、でそこにですね、問題はいくつかありまして、その人たち、つまりルノーの他の人たちも騙して、それでゴーンが会社を最初の 10年、まあ、私は最初の5年は良かったけど、あとはダメよっていろんな雑誌に書いたんですけども、そこまでですね、特に2010年から、はちゃめちゃがずっと起こってるんですけれども、それでそのグレッグ・ケリーという人を使ってね、でしかもこの人はアメリカで、アメリカ日産からこう上がってきた人ですけれども、ほとんど、牧場経営みたいなことをやってて、はい、あんまりこうねまともに日産にね常勤してるっていう状況でもない。でもどういうわけか、大取りを持ってると。大取りっていうのはどういう役割かっていうと、サインできるんですね、はい、だからそのゴーンさんのいない時に、才川さんも持ってたけども、この人でもサインできるという、こういうまあ便利な役割に祭り上げられていたと、こういうことですよね。で、そのもう一個ここでですね、非常に重要になってくるのは、まあ、私が週刊ポストにも書いたようにですね、はい、実はそのゴーンさんの任期って今年までだったんですね。でそれが2022年まで伸びたんです。でマクロンさんと会ってるんですね。でそれから態度が変わったわけで、それをまあ私は週刊誌で書いたんですけども、そのなんか密約はなかったのかと、つまりその22年に伸ばすということについて密約がなかったのかと。で日本側がですね、まあ、これをやるとするとね、つまりその経産省なんかが出てったんじゃ全然ダメなんですよ。昔ですね、東芝機械のその国務違反っていうのがありましてね、はい、それでアメリカ議会でもって東芝に対する圧力が非常に強くなった、はい、勘違いしてるわけですよ。東芝機械っていうのは上場した会社で、うん、東芝の子会社ではなくて、まあ、関連会社ですね、はい、で独立して上場してるんですけど、はい、アメリカの方は東芝っていうことでもってですね、バッシング始めたわけで、東芝のラジオをね壊したりなんかして、でその時に実は当時の通産省が出てって交渉して、何をやったかというと、東芝の社長と会長の首を差し出しちゃったわけです。だからセコなんていうのが出てったら、そういうバカなことやりかねないんですよ。
ね、要するにフランスに燃えられたら困ると言うんでね、それでその例えば日産側の人間の、ね、首を差し出しちゃうというこういうふうな、ね、バカなことは、ね、起こりかねないんです。だからここはもう何が起こってもその才川さんはじめね、日産側の人たちが、あるいはその今回、最終的には合意してくれたと、言われているその2人の、そのルノーのから送り込んできている取締役の人たちも含めて、これを説得しなきゃいけないとフランス政府も含めてね。だからあの密約が何だったかと、はい、でこの密約が当然のことながら完全統合ですね、はい、でフランスというのはですね今マクロンというのがやってまして、はい、まあ私が雑誌に書いたようにマクロンがですね実はそのエンペラーナポレオンみたいにね、こう考えてるわけですよ、はい、でそうなってくるとまあドイツも日本もね、それからアメリカもそれから将来は中国も世界トップ1000万台クラスの車の会社があると、フランスだけは何もないけども、はい、日産と一緒になったこのね、ルノーは1000万台と、そうなってくると完全統合しかないよなと、自分の国も、世界に冠たる、ルノー日産ルノー日産三菱こういうのがあるんだよなという これが彼のシナリオなんです。彼はあの自分で産業大臣の頃にそういうふうなことを考えてたわけですよね、はい、でゴーンはそれを拒否してたんですけどもそこで自分の人事と、うん、あの引き換えにね、はい、これをやった可能性が非常に高いんです。だから要するにそのなぜ2022年まで任期を延ばしたの密約はなかったのということをですねそのとにかくそので日産内部から見てる 人たちはそれを5月以降デイリーに感じてたわけですよ、はいね、それで これはクーデターかというふうに言われてるんですけども、まあ、当然クーデターですよね、それで、このまま行った時には完全統合されると、そういうふうなことを避けてやはりあの貢献に応じて会社の強さというか貢献に応じて、リーダーシップを取れるようにしておかないと日産としては完全子会社になるというこういう道は避けなきゃいけないとこういう話になってくるわけですよ。だからここから先はですねものすごい難しい交渉です。例えば今あの安易にねゴーンさんは会長職と大統領を外されました。これ日産の取締役会でできるんですね、はいはい、でしかもその時にはケリーさんも、はいゴーンさんもいなかったと、はい、こう来てますよね、はいだからできたと、うん、ただしですね、次のことをやろうとすると、はい、すなわちその取締役を降りてもらいたいと、はい、いうことになりますと、はい、これはですね、株主総会を開く必要があるんですね、うんうんうん、でその株主総会というのは臨時株主総会を招集するしかないんです、はい。ところが株の持ち合いから見ますと ね、 そうですね、まあ、あのルノーが 43.7%、43.4%、まあ、2つの説があるんですけども、それを見るとですねちょっとその数字を見ていただきましょうか、はい、これですね、こういう図っていうのではあのよくですね、はい、43.4 がルノー日産ってこう書いてありますよね、はい、で日産は逆にルノーの15を持ってると、うん、ただし議決権がないんです、はい、それでですね、これを見ていただきますとね、はい日産の出している資料でルノー SA というところは 43.7 持ってるんです、ね、でそのダイムラーベンツがあの系統のやつが 3.4% 持ってるんですね。でそうなってくるとですねダイムラーは、まあ、あの日産に同意する可能性高いですけどルノーっていうのが 43.7 持ってます。でこれ投票権があるんですね、はい、で通常はですねプロキシーファイトになります。あのこういうその取締役ゴーンとケリーを下ろすというふうなことをやろうとすると、株主総会を臨時に開いてそれで単純過半数でいいんですけどもあの会員はしかしながら、大体ね 20% こんなでかい会社だと 80% 以上の票を集めるのは大変なんですよ、うん、だから投票しない人が多いんで、で従ってどういうことが起こるかっていうと、うん、43.4 はもうすでに80の中ではマジョリティになっちゃってる、うん
つまりそのルノーの方が賛成してくれなければ、うん、ゴーンもケリーも首を取れないわけですよ、はいはいはい、でシナリオから見ると日産の才、まあ、川さんなんか寝てる間に考えてることはこういうことでしょうね、取締役を2人を下ろす。で取締役が下りますとどういうことになるかっていうと、ルノーの株を買いますというこのやり方ができるわけですね。でルノーの株を25まで、つまり15に対してあと 10% 買うと、はい、これはちょっと金はかかりますけれども、はい、できないことはないと、はい、でそれを取締役会で決議して、はい、そして、ルノーの株を買い始めるというふうにしますと、25まで持つと日本の法律ではですね、この40以上持ってる、はい、この会社のね、はい、株議決権がなくなるんです。なるほど、消滅するんですね。消滅するんです、ルノーの力の方がね、はいはい、だからルノーの影響を 100% 排除しようとすると、ルノー側の取締役がマイノリティになってる瞬間が必要なんです。でその時に決議をして買い進めると、はい、こういうことをやらないといけないわけですね。そうなってくるとね、ルノーが完璧に今回 の, にあの、日産のシナリオを買って、うん、そしてこれはひどいというところまで行ったらしいんですけども、はい、その時にそれじゃあ取締役の解任動議を出して、うん、それに賛成しますと、うん、で今度新しい人をですねまた2人出すと元の木阿弥になりますんで、はい、それでそれを1人にしてくれと、その代わり会長でいいよという、こんな感じの交渉が必要なんですね。でそれでもって一気動作でもってやって、そしてその時にですよ、ルノーもバカじゃないから、その時にですね、一人になった瞬間にそれやって、ルノーの株の買い増しをするというような決議出されたらたまんないですから、それだけは決議しないという約束をかけというか、うん、はいはい、言われる可能性もありますよね、うん、だけどその日産としてはね、それしか道がないんですよ、ね、それであとは要するに、日産に対する経営権を あるいは完全子会社化をやらないという約束をさせなければ、うん、自分たちはこういうふうなことでもって今回の事件の責任をルノーに問うていくと言って、はい、国際的な場でね、その紛争ですよね、つまりお前のところに送り込んできた CEO は、はい、こんな悪さとこんな悪さとこんな悪さと姉ちゃんにまで1200万も払ってたという、こういうことを全部言って、だからそのお宅がこういう被害を日産の株主に広く及ぼしたんだからと言うんでね、しばらくはこれをねやめますということを言えということをやらなきゃいけないです。でそれがダメだったら今度はルノー の, いわゆる経営陣を送り込む日産の経営に関する責任に対して訴訟を起こすという、こういう方法なんですよね。だからねこれはね極めてね難しい、交渉になるわけですよ。で私はフランス側としてですね、単純に取締役会メンバーでマイノリティになるというのは死んでもやらないと思いますね。だから従って向こう側がマジョリティを持ってる、あるいはその別当権を持ってる感じの時に、うん、つまりそのこの議論、つまりルノーの株を買いますということをしないというね、はい、このルノーの株を買いますということをしないというですね、その約束をさせられない限りは、うん、取締役の数で妥協することはないと、うんうん、それからしかももうすでに日産の方は会長などの重要ポジションの一人はねルノーから送るっていうことを合意しちゃってるみたいなんですね、うん、だからその辺がですねこれから先非常に重要な点になってくると、これがね実はそのこの問題のねポイントなんですよ、はい、だからゴーンがどこまで悪くしたか悪いやつだったかというのはね、はい、もうそれは過去形なんですね、はい、ゴーンはね性格悪いでしょ、それから卑しいですよね、せこいですよね。でそのそういう意味ではね、はい、こういう人間をその野放しにしたという日産の他の人に責任はないのかと、ね、言われてますよね。こういうことでね、はい、これは責任は 100% あります、はい、才川さんにもあると、でフランスがそこをついてくるでしょうね、はい、だからそういう意味では今これを仕掛けている才川さんも、
無傷ではいられないし、はい、おそらくその時には才川さんも辞めるという条件になって何かやるかもしれないけども、実はね、日本ではあんまり理解されてないと思うけど、ルノーっていうのは国民会社なんですね、はい、だから国が持ってた、でだんだんと減らしていって、はい、今国は15しか持ってないという、はい、こういう話ですよね、はい、だけど言ってみるとNTT とか、はい、JR とか、はい、ああいう感じなんですね、JT、国民車、はい、隣のドイツはフォルクスバーゲン、はい、国民車っていう意味ですよね、はい、でそういう意味ではねルノーがそこに残ってるわけですよ、うん、だから これがですね、まあシュライアさんの頃にね経営が非常に悪くなってそれを直してそれで、まあ、フランス政府の役割も減らしてきたんですけど、彼らから見るとこれはもうフランス政府で、しかもそのフランス政府というのは世界一の車会社とかいうんじゃなくて、それはまあマクロンがエンペラーマクロンとしてはそういうふうに考えてるけど、フランス国民から見たら雇用を守るとかそっちの方ですよね。で日産がその見捨てないと、少なくともこの利益のですよ、ルノーの利益の半分はねずっとこうやってきて、これ今までの歴史から見ますとね、これが日産の貢献部門で黄色いところですよね、随分助かってますよね、ずっと貢献してまいりまして、まあ今でも 40% 近いものを貢献してるんですね。だからそれからそのゴーンさんがボロボロの日産を直したということを日本の新聞なんかも書いてあるけど、これは間違いなんですよ。ゴーンさんは日産のまずい部分を直したんです。日産っていうのは技術力の非常に強いピカピカの会社なんです、はい、もともと、でそれをそのなんていうのかな、官僚主義的な日産の中で組合が強かったんですよね、はい、でそういう中で結局その先輩たちが、東京日産の社長になってるとか、なんとか販売会社の社長とか、なんとか工場の方のトップとか、うん、それから下請け外注その他の会社のトップに先輩が行ってるわけですよ、はいはい、だからきついことができなくて、最後苦しくなってきた時に売上を立てるために販売会社の方に今期の売上に立ててくれって押し込んじゃって、うん、それが実際に売れなくて花輪さんが社長になった時にあれってなもんでね、ひっくり返っちゃったと。したがってそのゴンさんが来た時に、花輪さんはゴンさんの好きなようにやらしたけども、まあ花輪さんのその資料は残ってるんですけど、あれは俺もできたと、しがらみをね、だけど俺がやった時は血を見ると、だけどゴンさんみたいに性格の悪いやつが来てやったら誰も文句言わずにやれたと、ということでね、ここはですね、日産という会社はね、はい、2つの特徴がありましてね、はい、1つは官僚主義的な、まあ、組合が強い会社だって、はい、官僚主義的 でもう1個はですね、技術が強いと。でこの技術の強い部分っていうのがボーンと生きてきて、はい、そしてその後素晴らしい会社になったと。で同じゴンさんもルノーに入ってた時はよくできなかったわけよ、それ技術がぐちゃぐちゃだからよ。つまりそのここのところをねみんな理解してないんですけど、はい、日産っていうのはオンボロ会社にまた戻るだけだと、ゴーンがいなければと、こういうふうなことを言ってる人も多いけれども、はい、実際はですね、今の日産は結構その辺は有力で、まあノートっていうやつもよく売れてますし、 それからリーフもね、まあ世界に先駆けて出したし、ね、それからGTR も、はい、すごいものを出してると、ね、でそういうふうなことを考えると、で私も今フーガン乗ってますけど、素晴らしい車ですよ、はい、10年経ってねもうそろそろって言うんだけど私はまだ乗ってます、はい、で そういう会社なんです。だから同じゴンさんがそんなにすごいんだったらルノー立て直してごらんと、ね、で日産が立て直った理由はそのしがらみの部分を切っちゃったんで立て直ったん で、はい、で技術がなければここまで立ち直らなかったっけよ、だからそこのところを理解してない人間がギャーギャー言ってて、うん、ゴンがいなくなればまた元の木阿弥になるさということを言うんだけど、今の日産は違うと、うん、もう一個日産の強みはサンダーランドですね、はい、このイギリスのサンダーランド工場ではね非常にいいマネジメントが育ってきてるんでね、ああいう人たちをうまく使っていけば日産サンダーランド連合でもって結構な経営ができると私は見てるんですよね。だからそういう点でね、この問題はまあほとんどの人がね見過ごしてることなんですけども、ルノーの方がね立て直すのは難しい。ただフランス政府もルノーをピカピカにしろとは言ってない、はい、雇用を奪わないでくれと、
こういうこと言ってるんですね。ところがゴーンさんの時代にこういうそのおかしなその本社の統合しちゃったんで、今これを分けていくというのはね、なかなか難しい、ね、霜降り肉になってますんで、はい、これはね難しいと。それからもう一個はルノーのブラジル工場とか、それからまあヨーロッパの生産なんかに日産の車をそこに作らせてるんです。だからあの人為的にルノーの収益が上がってるように見えるんですけど、はい、そうですね、これを分けようとしてくると、はい、日産はブラジルとかヨーロッパでは結構ね、あのイギリスを除いてはあの一から出直しみたいなところをやらないといけないと。それからまあロシアの場合にはあんまり影響力大きないですけど、オフトバスっていうのがありましてね、はい、ここはもうマジョリティをルノー日産連合は持ってるんですよね。だからね、まあ、仲良くやっていくに越したことはないというふうに思いますけれども、マクロンがどうしてもこれを統合して、エンペラーマクロンでもって世界にトップの会社が欲しいと、これを見てみろとね、フォルクスワーゲン、ルノー、日産、トヨタ、これを彼はどう呼んでるかというと、フランス、ルノー、なるほど、かっこ日産、三菱、はい、元、日産、三菱、こういうふうに見てるっていうところが問題なんですね。まあ、いずれにしてもですね、マクロンさんとの交渉っていうのは結構しんどい、ものがあると。私はやっぱりここはね、ルノーの監督責任と、それからあのマクロンとの、ね、密約、22年まで、ね、あのゴーンの寿命が伸びた理由、はい、これをです、ね、白日のもとに、ね、引っ張してくる必要があるというふうに見てますね。これについては質問本当にたくさんいただきました。大木、今のお話の中にもあったと思うんですが、大木信夫さん、日産としてはルノーが所持する株がネックだと思います。日産の今後はどのような方向性でしょうか。それから鈴木彩香さんは、才川社長の会見にも違和感がありました。ゴーン氏を責める前に自分たちの管理ガバナンス体制反省すべきではと思います。それから山口さんですね、山口君明さんからは、職務執行してきたことに対して各社の監査役や会計士何を見ていたのでしょうか、なんていうのもいただきました。それから小川雅人さんなんですが、ゴーン氏逮捕を予見していた大前さんの記事が脚光を浴びていますというふうにいただきました。今回の騒動、日産が周到に準備し、検察のほか外交問題化回避も考え、経産省とも手を握った上でイメージ戦略も取りつつ実行したんでしょうかということです。それから宇川太郎さん、このあたりやっぱり経産大臣がどうなのかということをいただいています。世耕大臣とフランスの、メール経済財務大臣が日産とルノーのアライアンスを支持するということで合意したというニュースがありました。フランスはルノーに出資をしている立場であり、株主としてアライアンスに対する見解を発言することは理解できます。一方、株主でもない日本政府の大臣がわざわざ外国の大臣とこの同意することに違和感を覚えるのですが、なんていう質問もいただいています。その通りです。日本政府関係ないんです、うん。で、日本から見ますとね、これあのルメールがあの言ったようにね、世耕大臣と会った時に言ってるんですけども、本件のアライアンスを進めることはフランス国民にとっても日本国民にとっても好ましいって言ってるんですよ。おうおう、私のしたら余計なお世話、はいはいはい、フランス国民にとって好ましいっていうのは、彼の立場 15% 株持つフランスで雇用という点からは好ましいけど、日産が潰れたところで日本は誰も困らないから、日本の国民に対して好ましいということはないよね。だ、日本、仮に日産は今ね、日本国内の、あのシェアを全く無視してゴーンさんの時にね、まあ、2位を確立してたんですけども、はい、初期は、はい、今は5位ですよ、はい。でそういうその中でね、ゴーンさんは日本を捨ててるんですよ、うん、結果的にね、はい。でそういう意味ではその1位トヨタもっと強くなった、うん、そして2位ホンダ確立しちゃったと、はい。そしてそのあれですね、鈴木とかね、うん、ああいうふうなやつが出てきてね、はい、今日産は国内シェアは5位ですよ。だからそういう意味ではね、日本国民で日産がなくなっても困る人は僕ぐらいでね、まあ、あのパジェロ使ってるっていう意味ではね、三菱ですけどね、でも 34% 持ってるからね、はい、うん。でもそういう意味ではね、あの風雅の私としてはね困るけど、あの実際は彼はね、あの日本国民にとってもつってね、レトリックを使ってるんですね、はい。あの日本国民は関係ないんです、ね。日産はですね、そういう意味では世界の日産になったんです。で日本国民から見たらね、もう間に合ってますと。6社あるんです、日本は、ね。フランスは2つしかないから、プジョーとルノーだから。
だからそういう意味ではね、フランス国民にとっては重要かもしれないけど、日本国民にとっても重要なんですね。世耕さんがイエスイエスなんてやってるでしょ、ね、私の言ったらね、余計なお世話、ただこの件で明らかになったのは、はい、ゴーンという人間がいかにせこいかと、このせこさっていうのはね、半端じゃないね。ちょっとびっくりするぐらいなんですよ。あれだけ報酬もらってて、うん、さらにまだまだっていう感じじゃないですか。まあその部分はね、私は彼の意見に近いんだけど、うん、世界の似たようなやつ見たら100億か200億もらってんじゃんと、まあね、僕だってもらっていいだろうと。でも10億超えたらね、日本じゃ批判になるよと。ところが、うん、実はそのゴーンの給料が高いって言って文句言ったのはフランス政府なんです。あ、そうですよね。マクロンさんも言ってたみたいですね。向こう側が言ったんだね、はい、だから日本の場合にはね、例えば、はいはい、ソニーのね、はい、元 CEO なんか20億もらってますから、はい、ストリンガーさんとか ねもらってましたね、だからそういう意味ではね、全く問題ない、うん、だからそういう意味ではフランス政府がそういうふうに言って、このおっさんが。しかももう一個ね、もっと重要な問題があります、はい、なんで日産ばっかりに高ったのかと、はい、ルノー、お前はルノーの CEO でねで同じようにルノーというのをやってながら高ったのとか、ね、いい加減な会社をね、そのオランダに作ってやったってか、はい、全部 ね日産でしょ、日産ですもんね、だから日産に高ってルノーに高ってないと、はい、お前あっち側で恐れてるものがあったんじゃないと、こういう話だよね。で、そういうことを全部言って、フランスよと、あんた 43% 持ってるこの会社の中で、ね、おかしなことやったら、ね、ゴーンは、お前の目も盗んでると、ね、そういうことでね、なんで日本だけっていうか、まあ、日産だけをこんな食い物にしたのか、ね、で実はあんたのところにも似たような事例はないのかと、はい、まだ気がついてない、うんうん、このセコサから言ったら、お宅のその隙があったところはね、絶対食ってるはずだと、ね、そういうふうにして調べろというぐらいにしてね、攻めていかなきゃダメですよ。このね、攻め方重要なんですよ。できるかな、しないといけないですね。でもね、ですね、だからまあ、はい、基本的にはね、うん、ヨットクラブとかさ、はい、マンションとかいろいろやってるけどもね、はい、まあ給料そのものは100億取ったってね、全然構わないんですよ、うんうん、まあ、日本の場合にはその辺はね、文句言う人もいるかもしれないけど、私は当時のゴーンさん、最初の5年間の貢献から見れば、はい、文句言う人はいなかったと思うんですね。だから文句言ったのはフランスであったと、はい、ここのところがまた重要で、でフランスルノーは同じようにどっかでむしられてないのと、うん、調べなさいよと、はい、ここに手口がありますと、手口一覧だけでもって電話帳一冊というこういうことですね、はい、先ほどもご紹介はしていますが、大前さんが5月に書かれた記事なんですが、ブロゴスでアップされています。日産ルノー経営統合説浮上で問われる重大疑問ということで、こちらの記事話題になっておりますので、ぜひもう一度改めて皆さんご覧になっていただければと思います。そうですね、いろんな雑誌にも書いてるけども、はい、このポストのやつが一番クォートされてね、はい、ゴッドじいさんなんて書いてるんだけど、じいさんじゃない、ビジネス界のね、ゴッドファーザーです、ビジネス界のゴッドファーザーです、ゴッド兄ちゃんでもいいです、はい、ぜひ皆さんこれ書いていただかないといけないかもしれないですね。1975年に出版された大前健一の発想法思考法の原点が詰まった企業参謀、私が経営というものを勉強していったプロセスがここに書いてあると。企業参謀は日本を代表する経営書となり、1981年には英訳ザ・マインド・オブ・ザ・ストラテジストが出版され、世界中の人々に読まれ続け、ロングセラーとなっています。企業参謀の出版から40年以上経った今、改めて変化の時代を生き抜くための戦略的思考が求められています。常にその基本の3つの C というものを流動的なものとして捉えながら、今の局面はどれが一番重要なのかと。戦略というものは結果を出してなんぼなんだから、最終的にそういうものでもって結果を出しましたかと、ここが重要になってくると。でこの結果を出すためのその戦略的思考というのはね、やっぱりこの間ずいぶん変わってきてると思います。ビジネスブレイクスルー問題解決力トレーニングプログラムより、
大前健一創刊集戦略的思考トレーニングを開講。4名の講師が現代版企業参謀、企業分析と価値創造、そしてマーケティングコミュニケーションの3つのコースを担当。戦略的思考で未来を切り開け。世界のどこに出しても通用するようなそういう人材を育成したい。リーダーシップには個性が必要です。本当に心から人を動かす、今までの自分が学んだこと、知ってることを徹底的に捨てる、21世紀のリーダーシップのために新しいことを学んでもらう。リーダーに必要なシップとスキル、 BBT 初のリアルとオンラインを融合させたリーダーシップアクションプログラムは、大前健一創刊集による今までにはなかった真のリーダー養成講座です。1年間にわたるリーダーシップアクションプログラムでは、多彩なカリキュラムによって自分自身で気づき、行動し、結果を出すというリーダーに求められる能力を手に入れることができます。リーダーシップっていう、漠然としたものに対して、そのハードスキルもソフトスキルもこう両方一緒にこう学べたっていうのが、これは今までない経験ですね。自分はどうあるべきかっていうところの先にあるもの、それがある人が効果的にリーダーシップを発揮するためにはどんなやり方があるのかっていうのが MBA の学びで、そもそもリーダーって何なんだ、どういうものがリーダーシップで、それを発揮するってどういうことなのかっていうのがラップでの学びなのかなと私は思ってます。リーダーシップを取るための正解のスキルがあるっていうふうに思ってたんですけれども、最も重要なことは一体何をやるのかっていう、その軸、ラップっていうのはその教えてる内容と、それからその仲間、一緒に学ぶ仲間が揃っているってことがやっぱりすごくいいところだというふうに思ってます。仲間から刺激を受け、自らのリーダーシップを問う。自分を一回リブートして新しい自分をこの中で作っていく、こういうプロセスをスタートしていただきたいと思います。ぜひ参加して大きな成果を得ていただきたいと思います。結果が出る英語って何ぞやと、
海外駐在中にですね、学校英語でですね、部下に接してまして、相手は、言ってる内容は理解してくれたと思うんですけれども、全然動いてくれなくて、最終的にはチームが崩壊してしまいました。ですので、ビジネスの現場で、誰もが遭遇するであろうシチュエーション、で大体 90% はカバーしてると思うんですけれども、ビジネス英語といえば、ペグルというですね、ところまで持っていきたいと。自分の意見を言った上で相手の意見を求めるですとか話を引き出すっていうビジネスコミュニケーションのロジックを学ぶことができました。通勤時間ですとか隙間時間を生かして時間や場所を気にせず受講ができますので最も早い近道かな。先生にビジネスの経験があるっていうこととすごく実践的だっていうのを感じます。一番いいなと思ったのはビジネスのシーンを題材にしているので本当にビジネスのシーンで使えるフレーズというのを練習できたりだとか抜群にいいなと思いました。おかげさまで今ではさらに英語が必要なポジションに昇進することができました。私は英語を学ぶ上で一番大切なのがカリキュラム。ビジネスのシーンではプレゼンテーション、会議のファシリテーション、契約に結びつけていくネゴシエーション、余裕を持って臨むことができるというところが大きなポイントですね。文法が正しいかよりも相手に伝えるんだという心構えが人を動かすんだと実感しました。